で見てみようぜ。どうだ、何か分かったか。何もない。期待してたのに。何か勘違いしてるのかな。方法の問題だ。幸運期に元素資格を使っても意味はない。動作のエネルギーが元素ではないからだ。俺が試してみよう。完了だ。あ、これはアビスの使徒がずっと探していた最古の幸運期の目だ。今まだ残っている遺跡周囲は全てこのプロトタイプのレプリカ。その戦闘力は計り知れない。プロトタイプ、難しい単語だな。カンルイヤの用語か。アビス教団の思惑通り、目を汚れた逆さ心臓の手に置けば、渦の魔人オセルの死体をつなぎ、機械魔人を創造することで天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。はあ。じゃあこの目はどうするんだ。いや、俺が保管する。ダイン、それを使って悪いことを企んでたりしないよな。疑いたければ好きにしろ。俺はその力が利用されないために確保する必要がある。他の場所に隠しても見つかる。教会も信用できない。おう。それだけではない。不安要素を残さないよう、あの汚れた逆さ心臓を処理しておく必要がある。教会に介入させるつもりはない。俺たちだけで終わらせる。処理とはつまり破壊することだ。破壊？あの七天神像を？価値のある文化物だぞ。本物の神が、バーバラが知ったら今度こそ失神するぞ。七神のものを俺が守る義務があるのか。あの遺跡へ戻って逆さの心臓を破壊する。それに運が良ければアビスの使徒とも会える。俺がいれば今度こそ奴は逃げられない。ないな。
さか、またここに戻ってくるなんて。やっとのことで逃げ出したのに、また自分から入るのか。オイラたちみたいに勇敢な冒険者はテイワット大陸でも希少だと思うぞ。あの不気味な心臓を見つけるには前に逃げてきた道をたどっていけばいいはずだよな。よし、じゃあ出発しよう。警戒は解くなよ。どうやら着いたようだ。